皆さんこんにちは。モノマネも歌もとても上手な松井直美さん。新沼謙治と極秘再婚の真相に一同驚愕。今日は松井直美さんのことについて紹介します。まずは松井直美さんの経歴とプロフィールから紹介します。松井直美は日本のタレント歌手女優モノマネタレントゴールデンミュージックプロモーション所属店1968年1月14日茨城県筑波郡矢田部町に生まれる直美という名前は歌手の相良直美にあやかりつけられた名前である。小学校6年生の時に実家がペットショップを経営していたが隣の家が肉屋であったため店1年で閉店を余儀なくされた。中学2年生で歌マネフリマネスターに挑戦に出演、そのまま芸能界にスカウトされ矢田部町立高山中学校在学中の1982年に電話の向こうに故郷がで歌手デビューする。もともとアイドル演歌歌手だったが金ドン良い子悪い子普通の子のコーナー良い OL 悪い OL 普通の OL で普通の OL 役に起用され、素人っぽさの残る動きや茨城なまりアドリブのやり取りなどがお茶の間に浸透する。コーナーも出演者も瞬く間に人気となり、ドット OL 役3人で寄せ鍋トリオを結成してレコードデビューまで至る。寄せ鍋トリオのデビュー曲大きな恋の物語はオリコンで最高位 8.16 万枚を超すヒットを記録。歌番組に出演する機会もあったが、松井はデビュー当時中学3年生であったため生放送の番組に出演することはなかった。ただし寄せ鍋トリオの生田絵子小柳美由紀の2人が生出演し、松井が VTR で出演することは幾度かあった。明治大学附属中野高等学校定時制中退後東海大学附属防災高等学校へ進学したが中退する。モノマネ王座決定戦では得意のモノマネを生かし松本明子、斉藤留美子、しじみとサザエとともに女四天王と呼ばれた。点1994年6月声帯ポリープ摘出手術のため入院する。当時レギュラー司会を務めていた遅く起きた朝はは収録日の都合から休まず出演できた。点2004年自身をモチーフにした CR 松井直美なるパチンコ台が富士商事からリリースされる。点2014年には自身初となる料理本かわいい料理を朝日出版社から出版した。点2016年に開設したオフィシャルブログでは自身の更年期障害や息子の不登校の経験などを率直に綴り多くの読者の共感を得ている。また点2020年6月からは元保護猫との生活を綴り大きな反響を得る。松井直美さんは27歳だった1995年に番組制作会社に勤務する男性と結婚。名前は岡山武さんといい松井直美さんより2歳年下の1970年生まれです。テレビ番組モノマネ王座決定戦の AD をしていた方だったそうです。点2人は番組の打ち上げで話が合い仲良くなって付き合うように。結婚当初はおしどり夫婦として知られていました。気になっていたのは夫婦の収入の格差があまりに大きすぎたこと。番組制作会社の AD は収入があまり高くありません、だいたい年収300万円台が相場といったところでしょうか。低収入の夫に対して松井直美さんはモノマネ番組に一本出演するだけでサラリーマンの年収がもらえていました。結婚当初は良かったかもしれませんが、だんだんと夫婦の間に溝ができていったのでしょう。点2003年に2人は離婚して別々の道を歩んでいく選択を取りました。一人息子は松井直美さんが引き取ることに。ではもう少し松井直美さんが離婚した理由で考えられる点を収入と性格にスポットを当ててみていきましょう。また再婚関連のエピソードも伝えていきます。夫婦の問題において最たるものはお金でしょう。先ほど取り上げたように夫婦の間には収入の格差問題がありました。
年収300万円台の夫に対して数千万円も稼ぐ妻。元踊り時傲慢な態度で知られる松井直美さんは、次第に家庭でも強気な姿勢を見せるようになったのかもしれません。芸能界の仕事というのは常に人に見られ注目される中、競争も激しいのでストレスが相当たまります。松井直美さんもテレビカメラの前ではニコニコしていて我慢していることもあったでしょう。ここで松井直美さんに関して性格が良くないと言われるゆえんのエピソードが、フジテレビ系昼の情報番組ヒルナンデスの格安コーデバトルのコーナーで問題が発生。それは大河内志保さんと松井直美さんがペアになって服選びをしていた時のことでした。松井直美さんが辛辣な言葉でダメ出しを連発。それに耐えられなくなった大河内志保さんが泣き出す事態になってしまいました。視聴者も言い過ぎ、ひどい、性格が悪いと指摘したほど。ただ松井直美さんはこの格安コーデバトルで年間女王に輝いたこともある実力者でした。だからどうしても言い方が強くなってヒートアップしてしまったようです。何事も真面目で真剣であることの裏返しだけなのかもしれません。本当に性格が悪かったらテレビの前でダメ出しなど絶対にしないでしょう。以上のことから松井直美さんの離婚理由に関しては収入面の格差が大きかった可能性が高いとみられます。松井直美さんが夫岡山武さんと離婚してからその間に再婚していても不思議ではありません。しかし松井直美さんの現在は独身のままです。松井直美さんの長男が小学4年生から2年間ほど不登校になったりしたので恋愛をしている余裕はなかったのかもしれませんね。そんな長男も立派に成長し自身のことを気にかける時間も増えてきたことでしょう。実は再婚願望はあるようで2019年に公言した内容によるとデートをしたりしているようです。松井直美さんの希望としては同じバツイチ子持ち同士が気楽で良いとのこと。いつか理想の相手が現れると良いですね。松井直美さんが新沼謙治さんの弟子だと聞くと、ああ変かねとほとんどの人は思ってしまうでしょう。確かに新沼謙治さんの方が歌手としてキャリアも上なので歌で師弟関係になっていてもおかしくありません。ただ少し歌の路線が違うようにも感じます。松井直美さんはモノマネで歌を披露することが多く、しかも女性歌手の真似をすることが多いです。師匠と仰ぐ人は女性の方が適役ですよね。実は新沼謙治さんと松井直美さんは歌ではなくてバドミントンで師弟関係にあるのだとか。新沼さんはバドミントンサークルで着実に腕を磨いてきました。亡くなった妻の幸宏恵さんはバドミントンの元世界女王。新沼謙治さんが所属していたサークルに宏恵さんが来たことがきっかけで結婚したそうですね。テレビ朝日系徹子の部屋に松井直美さんと新沼謙治さんが2人で出演した時もバドミントンを披露していました。松井直美さんは新沼謙治さんは芸能界で一番バドミントンが上手で自身はまだ数年しかキャリアがないとのことでした。このように仕事の枠を超えて交流できる相手がいると楽しそうですね。松井直美の性格悪い事件にはヒルナンデス事件があります。松井直美さんは和田アキ子さんに不適切発言をし和田アキ子さんの激高事件で顕著になりました。また松井直美さんはアイドル歌手からタレントに転身した際スタッフへの態度が悪いと評判でした。その態度の悪さが原因でオファーが激減し現在もテレビ局内で扱いにくい芸能人と評判です。ヒルナンデス事件では松井直美さんがヒルナンデスの人気コーナー格安コーデバトルに出演した際モデルの大河内志保さんに対して問題行動を起こしました。松井直美さんが芸能界に入ったきっかけは日本テレビ系列の歌真似振り真似スターに挑戦という番組に参加したことです。当時まだ中学2年生でしたが
見事な歌いっぷりでスカウトにされたのです。デビュー当時はアイドル演歌歌手でしたが、フジテレビ系キンドン良い子悪い子普通の子の中で普通の OL としてブレイク。番組の設定寄せ鍋トリオが現実に結成され、レコードも発売されました。大きな恋の物語はオリコンで最高8位を記録し 1.16 万枚を売り上げる大ヒット曲になったのです。そこからモノマネブームが起こり、松井直美さんはさらに波に乗ります。フジテレビモノマネ王座決定戦で坂本冬美さんや石川さゆりさんなどの真似を披露して存在感をますます高めました。全盛期の年収は数千万円あったと言われています。しかしモノマネブームも影を落とし、松井直美さんの性格に難があるのではという噂も。全盛期に比べるとはるかに下がっていると見られます。レギュラー番組はフジテレビ系早く起きた朝はぐらいでしょうか。芸能人は昨今 .SNS で収入を得ることも可能になっています。松井直美さんもアメブロを頻繁に更新しており、その収入もあるでしょう。あとは単発の仕事を入れていくことになりますが、ひょっとすると年収は数百万円程度かもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。